やはり、一番心配なのは、原発の福島原発の汚染水の問題。を伺いたいと、思ったんですが。まずですね、うんえー、この高濃度の汚染水が貯蔵タンクから。うん、まあ、漏れているということが判明しました。うんうん、この問題を、はい。で。あの、どうするかと。どうするかということで。もてとえ、で、茂木大臣が。うん やっと国が前面に出ると言ったというんですが、うん、なんか今頃というふうに思ってしまうんですがもちろんまずね、はい、問題はこの山からね水が流れてくるわけです湧き水が豊富でどんどん流れてくるというはい1,000トンとか言われてますね、うん、でその本当ならばねで東電のこの、うん、要するに、えー、福島第一のところは が汚染されてるわけね。はい。汚染されてますね。汚染された水があると放射能ね。いや水があるんだっごめんなさい。土地が汚染されてる。土地が汚染されていると。はい。だからそこへね地下水がつまり山から来た水が入ればみんな汚染されるわけ。その水も汚染されるということになるわけですね。だから本当はね早い段階でつまり山から来る水をね東電の敷地に入る前つまり汚染地に入る前の段階で。 それをできれば川でも作って、うんはいね、両側にで海へ流し生茶が問題ない、はい、そ,れそれでもねやっぱ入った部分もあるでしょうそれはタンクにの納めで出だいぶ量は本当減りますよねもちろんで、はい、なんでそれをしなかったのか、はい、やっぱり今度のねやっぱりそもそも東電で事故を起こしたとで事故を起こうして事故処理を 全部東電に任せ,るやん東電任せだったと。言ってみや政府も、まあ、たまたま事故をしたのは民主党政府だけど自民党の党と同いでね政府も経産省も、ね、それから、えー、学者も全く責任を取らないで東電を悪者にしたわけだ。東電一人を悪者にした、うん で当然全部やらしたの、ね、これなんですよだから本当ならばこの汚染水の問題も当然政府はね金を出してでこの汚染地域にその山川の水が入る前にねそれを、ね、この川でも作って、ね、そして海へ流せば問題なかった。うん 田原さんどうしてもう2年半経ってるんですけども、うん、事故発生からどうしてそんな元に戻ってきてしてきた任せてつまり原発の問題は東電だと東電任せにして東電悪者にすることで、うん、みんなが東電を叩くという形が政府にとっても都合よかったんです、うん、だけど結局それじゃ経つかないそれも一つがねこの汚染水問題になったで東電も問題ある で東電は、えー、タンクその汚染水を入れるタンクがこれもう何百もあるわけね、はい、でねでそのタンクがね水漏れしてたと汚染水がということは問題があってるでこれはねやっぱり水漏れはするもんだそうですあそうなんですね、うん、水漏れはするという前提で、うん、じゃ、うん、パトロールはしていたんですか、ね、だからねそのパトロールが問題で、うん、300トンも燃えたんでしょ 300トン漏れるにはね相当時間がかかってる。うん、そんなもんね1日か普日や、まあ、どうもね300トンっていうとね普通のプールいっぱいみたい。あ,あの。泳ぐまあぐプ,ープールですね、うん。だからそんなもんはね、うん、そんなね数日やなんかで漏れるわけないんで、うん、となんで。 パトロールって何やってたんだとそう思ってしまうま、ね、こ,この東電の問題もある、OK、東電の問題もあるけれどもパトロールって一体何したんだと、はい、いう問題もあるうんそれからもう一つ、はい、実はそのまた汚染水で問題は汚染水を今浄化できる装置があるわけねあはいで浄化すればねつまり日本以外の国では浄化した汚染水つまり浄化した水は海へ流してるんですよあ放射能 に汚染された水を浄化して海に流している。今、今日本というか、福島は溜めてるばっかりです。ね何で流さないか。漁業組合反対してる。あ、漁業。浄化しても流すのに反対してる。で、漁業組合との話がついてない。でも浄化すれば、じゃ安全と言われる。海外ではやってる。あ、海外では少なく。日本では漁業組合は受けしてない。で、そもそも、まあ、これには複雑な問題あって。ね。 業務組合は東電はね、事故が起きることはないと言ってた。はい。ね。前はい、ね。うん。事故が起きることないから。ね。地元にも。業務組合にも一切迷惑はかけないと言ってた。で、事故起きちゃった。大騒ぎだと。この辺から業務組合は。東京電力に全く信頼感がない。という問題あるんですね。ま東電の言ってることは信用できないよと。はいいうこともある。 とということはもうこはも安全だよだ汚染水を強化しても今のところは水へ流せない,信用できないよというとはだからそういう問題も含めてねもっと早く政府が出るべきだったで政府が出て、ね、そのまず、まあ、今から汚染分あるんだけどもこの汚染された地域に来る前の段階で川へ流してでやると。はい こういう工事をやるべきだしまた今こあのやってるねその壁を作ると壁を作るという案もあるとはい聞きました案じゃなくてやるんですやるんですねもう決まってるこれもつまり政府がやるところがこれは揉めてるなどこ何がですか財務省を反対してるそんな金なんで出さなきゃいけないんだとでも田原さんそういうこと言ってる場合じゃないですよねだから僕はね冗談で言ってるの 財務省の言ってる消費税は上げるんだから。ね。これは言うこと聞けよと。うんうん、それが政治交渉なんですね。じゃあ、そのあたりの政治交渉ができたということなんですか。えっとね、多分。多分茂木さんが。この現地へ行った。うんうん、行ったということは。茂木さんが行ったということは、そういう見通しが。ついたと。うんうん、ただ、業務組合とはついてません。ああ。やっぱりで、だから、その。はい、あるいはね。うん もっと言うと財務省ともけりがついたんじゃなくてつけるために行ったのかもしれない。やるだうおさんだとっ宣言、うん、行ってしまって現地に<府>宣言してやるというね、うん、現地で宣言してでやおなく財務省にやらせるというためのパフォーマンスかもしれません問題はあるんですが、はい、だからまずこの汚染された地域に来る前に流すと、はいね、それから完全な壁を作ると。るのうん、この壁も 東電じゃなくて、政府が作る。今までは政府は作らなかった、うん。そこで、あの、先ほどおっしゃった。その、今まで東電任せで。うん、だったということについて、ちょっと。もう少し伺いたいんですが。はい、あの。もちろん東電悪者にして。政府が。攻めてればよかったという構図だったんですよね。楽だ,楽だった。でも。もう対外。的にみ。こう見ても海外から。ね、どう。 受け止められるかとかそういざという事故が起こった時に国家アメリカが起こってんのよそうですよなんで国家がやらないんだと起こってじゃあ起ってずっと怒ってたんですね今までずっと怒ってたけど民主党が怒られていることに気がつかなかった気づかなかったつまりねもう慌てふためいてアメリカの言うことなんて聞けなかったんだ大臣アメリカはねカン直人って知ってる知ってます前の前の総理大臣はい。その えー、事故にあってない、うん、ね原発まで全部止めたでしょ<あ>ストレステストと、はいえー、なんで止めたんだと思う止めたから今ね再稼、はい、でも大変なんだうんなるほど合、ねはい、だと思うつまり止めたぞと<ー>要するに原発の事故が起きて大変だと、うん、で僕もそうだけど多くの国民が「危ない!」と。 原発危怖いと思う何とかしろというつまり原発怖いのに対する一番いわたそれを菅さんはやったんですね自分が首相の時に。で今だからそれをね再稼働が大変でしょ例えば新潟県の県知事泉田さんなんて断固反対してると。 まあそれでそれまででも国が推進してきた原発、うん、推進してきたのは民主党にあたって自民党自民党ですよねでそこで自民党も東電だけのせいにして今ま,までは来てしまったという構図ですね、うん、なるほどねはいじゃあ民主党はかわいそうなんだけどね例えばあの三点一一の翌日の朝ね関西ヘリコプターで福島行ったでしょ、えー、はい、で その福島の原発のところ行ったでしょう。うん、現場は大迷惑で大ハンター行ったってほとんど意味ない,、はい。今来られてもということですよね。本人も何人だろうわかんないうん。やっぱりね、菅さんは総理大臣じゃないのね。<あ>言ってみやね、係長なんですよね。係長クラスという。ね、その原発のリカモウきたあるいは経産省の課長ならね、やっぱり現地行くでしょう。 総理大臣は、その課長を、ね、何十人、何百人仕切るのが総理大臣総理大臣ってのは、ちゃんと官邸にいて、そういう課長を仕切らなきゃいけないけど、菅さん言えば課長だったのね、自分が行かないと気が済まないこういう問題いっぱいある。まあ、でもね、民主党を攻める気は全くなって、やっぱり、あの民主党が政権取ったから問題なのよ、もっと早く政府がやるべきだった。こが 去年の12月選挙までは民主党だったから民主党政権でやるべきだった民主党政権のうちにやはり国がつまり今から来る水をね、うん、その汚染地に入る前のところでね<ー>あの新しい川でも作って海へ流すべきだった、うん、やってないで自民党政権になってからもやってなかった、うん、もう半年以上経つんです,がす、ね、今やっとやろうと。やや なんんかやはは。り、すすごくショックだったんですね。れね。えー、ここれの問題は僕はそのことを言っちゃ悪いけど自民党の幹部と「何でやらないんだ」と「そうなんだやんなきゃいけない」とこが財務省が反対してるそういうお金の問題じゃもう今言ってる場合じゃない,ないと思うんですが本当に。という問題です。うんまあ、でもやっと本当国を挙げてや、はい、動き出すというふうに考えていいんですね、うん、じゃあ。ありがとうございました。はいあ